はい、どうもたかしです、今日はね、富山県に来ております、今日はね、8月の21日の月曜日ですね。昨日の、8月20日日曜日出発してきましてね、富山県でね、荷物を下ろして、で今から、帰りにですね、関西向けの、荷物を今から積みに行くところです。今何時どこかな、これ上市町ってとこですね。富山県の中新川郡っていうかな、上市町、マックスバリューで買い物してね、でちょっとなんかすごい広いとこ、ホームセンターがあって、なんかマクドナルドがあって、イオンがあって、コインランドリーがあってみたいな、ね、すごい広いとこでね、ちょっとトラック、止めましてね、あんま止めたらあかんのでしょうけど、3000円ぐらい買いましたんで、止めさせてくれという感じです。で今からね、帰りに積みに行きます。はい、滑川ですね。もうすぐ近くですね、はい、そこで積んでね、パレットと聞いております。医薬品、全線高速 OK という指示をいただいております。ありがとうございます。じゃあ積みに行きます。はい、見込み完了、神戸向け。近くで積んで、もう滑川インターすぐ、高速指示が出てますんで、ありがたいことに高速指示、全線高速指示で、行かせて高速道です、いただきます、ありがとうございます。そんな感じで、ちょっとテンションも高いですね。テンション高いことない、暑い、なんせ暑い、高いことないな、暑うてね、もうとにかくもうパレットなんですけど、溶けるで、しかしパレットなんだけど暑いな、ほんま。汗かきまして、もうとりあえずね、北陸道のね、徳光パーキングで、ちょっと泊まってね、お疲れ様っていうね、お風呂ありますんで、もう汗かいたんでちょっと気持ち悪いんで、もう毎回もう大汗かいてね、もうちょっとね、もうちょっと涼しくなってほしいんですけどね、なかなか今年はえぐいですね、あの暑さがえぐいですね、ほんま。今年暑すぎ、今年の暑さはほんまえぐいんでね、もう汗のかき方もね、ちょっともういつもの夏よりもね、いつもの夏よりも汗かきますよね、汗かいてますよね、なんで痩せへんのかな、ねえ、まあまあ飲むからでしょうね、ちょっと痩せたけど、飲むし食べるし、もうなんか逆に食べちゃうみたいな、その食べんとこうとか思うと、やっぱりね、あれなんですよ、あれなの、倒れそうなるんですよ、やっぱり、あかん、倒れそうなるから、食べるんですよ、
唐揚げとか油もんとか肉とか、いっぱい逆に太るというね。そんな食べてないんやけどね、それでもね、そんな食べてるっちゅうこともないと思いますよ、はっきり言うて。困ったもんでね、ほんま巨大化が止まらないというか、まあね、まあ、そんなこんなで、まあ、まあ体質の問題もあるんやけどね、体質の問題もね、難しいですね、痩せるのって難しいですね、体質とかもあるんでしょうね、痩せにくい体質なんかな、病気とかせん限り痩せへんような気するな、野菜生活せんとあかんけど、野菜生活とかなかなかね、なかなか難しいよね、食べちゃうよね、世の中おいしいもんがいっぱいあるから食べちゃうよね、かきましたんで、お風呂ね、お疲れ様ということで、お疲れ様、行きたいなと思います、ちなみにね、ハンドル持ってるだけです、オートクルーズですね、はい、オートクルーズで走行中、オートクルーズはいいですね、楽だ、すげえ楽だ、オートクルーズで走れるなんてね、いいっすよね、オートクルーズで走れるぐらい交通量もね、北陸道ってそんなにでもないじゃないですか、東名とか新東名とか名神とかあんなとこに比べたらまだ交通量の面ではね、そんなでもないじゃないですか、そんなに多くないじゃないですか、だからもうオートクルーズで80キロ設定してるんですけど、80で設定してるんですけどね、まあ楽、すげえ楽、楽勝、まあ楽勝すぎてね、ちょっと寝ちゃわないようにね、ちゃんとまあ音楽とかねかけたりとか、まあちょっとね、まあね、ちょっと熱唱、まあ、一人カラオケ熱唱、そんなんしたりとか、まあそうすればもう神戸まですぐなんで、はい、神戸まです、あ、これね、ちょっとこれは車線またがんとあかんな、これ、まあ、神戸なんですけどね、今日行き先神戸なんですけど、まあ神戸まですぐなんで、高速だったら、はい、まあ行きたいなと、安全運転で行きたいなと思っております。お疲れ様、お疲れ様やってるよね、お疲れ様、お疲れさん、お疲れさま、お疲れさま。高速道路から行けるんですよ。お疲れさまっていうね、なんやねん、お疲れさまって、お疲れさまってなんやねんって、思ってる人、いるかもしれませんけど、お疲れ様っていうのはね、あれです、スーパー銭湯、スーパー銭湯ですね、スーパー銭湯のことをお疲れ様って言うんですけど、これ、止めれるよね、止めれるよね、
けでーす。はい、どうしようかな、どうしようかな、あかん、これ しまったな、これいかねえのじゃんわ、これひょっとして厳しい、うまくね、あーいけました、よかったです、だいたいいけんね、みんな風呂行っとんのかな、さあお風呂に行きましょう。つけ麺屋さんとね、海鮮丼のお店、セブンイレブン、すき家、すごい便利ですね、ここは、ここはすごい便利。こういうパーキングネクスコは増やしなさい。このパーキングをね、出たところにお疲れ様っていうねスーパー銭湯があります。ちょっと歩かんと上がるんですけどね、まあまあすごく便利は便利ですね、パーキングから行けるお風呂屋さん、スーパー銭湯、お疲れ様。まあもちろんね、高速道路からも行けるってことは、普通にね、一般道からももちろん行けます。もうちょっと涼しくなってくれたらね、お風呂入ってまた汗かいてますよね、こんなに暑かったら、風呂上がりコーラうますぎる。お風呂入ってきまして、今からね神戸の北区まで、高速移動で、まあ4時間ぐらいで行くと思いますね。4時間。舞鶴若狭道の方から行って、そうですね、4時間、そうですね、4時間ぐらいですね、4時間かからんぐらいやと思うんですよ、まあ手前のパーキングで泊まって今日は終了してね、また明日行くところからスタートしましてって感じですね、はい、ちょっと車がやっぱりちょっと流れが悪い感じで、北陸道工事してます、気抜かずにね、一車線で気抜かずに、追突とかねしないようにね、気をつけていきます。